皆さん、和田です。今日は2018年の、6月の6日かな6月の6日、朝の9時27分です。今、釈迦の診断が終わりました。はい、和田どう、あれ、動物病院から帰宅します。早かった、よかったよ。おはようございます。結果はね、まあ、病気ではないと。皮膚が綺麗だし、新しい羽の芯が生えてるから、まず病気ではないと。皮膚を見た感じ、まあ可能とかもしてなければ、まあ肌の色ツヤもいいと。剥げてる分、その皮膚を見るんだけど、鳥を診断するとき。はい、和田つ、ありがとうございます。まあ簡単に言うと、ペコがむしってました。試験になったね。そう、いや、だから思った通りだったね。要はまあペコが落ち込んでたりとか、なんか釈迦に気使ってて、まあペコもなんか、ま、釈迦がこうなったのを発見した時に、ペコがカゴから出なかったり変な行動をとってたから、もうちょっと様子見るかな。で、あんまりにも喧嘩がひどかったらもう別のカゴに飼育だね。別のカゴ。もう釈迦がストレスになっちゃうから、ペコと一緒にいるのが、喧嘩だね。だから夜中のギャーっていう、その抜ける前の日、ギャーっていう、そのペコのビービービーみたいな変なすごい鳴き声したの、ね、夜中に。その時に多分むしったんだと思う。で、次の日、シャカーってのんちゃんが叫んで、どうしたって言ったらこんな状態になってて、で、シャカー大丈夫かなつって、でも夜中だから明日行こうねって言って今日行ったんだけど、ペコがカゴから出なかったの、しょぼーんとして。だから、ああ喧嘩したなって思ったけど、まあ良かったよ。荒野はなくなったよ。ペコはまあ反省してたね。俺の勘なんだけど、発情期がずれたんだと思う。要はペコが発情しちゃって、釈迦にちょっかい出そうとして、釈迦は今発情期じゃないから何なのよってなって、で、力強いからペコの方が、だから釈迦がむしり取られてっていう、だから求愛失敗だと思う。マジかどうかは分かんないけど、まあ状況から察するに、お亡くなりになったんだろうなっていうふうに思うね。おはよう。まあとりあえずね、原因が分かってよかったです。まあ、健康状態はすごくいいですよって。ただもう本当にこれが続くようだったら、新しい羽生えてきてむしるようだったら、もう離してあげてくださいって言われた。いや、よかった、安心した。釈迦もね、気が強いから喧嘩買っちゃうんだよ。鳥はね、いや、めちゃめちゃあれだよ、パートナー選びすごいよ。好き嫌いめちゃくちゃ激しいよ、鳥は。あー、それもあるかもしれないよね。縄張り意識が出てきたのかも。だからやっぱちょっとつがいにするのが無理があったかもしれないな。ちょっともうちょっとだけ様子見るわ。なんかその昨日の一件から、ペコがね、釈迦にちょっかい出さなくなったの。少し大人の距離感になったから。でもね、縄張りではないと思う。要は釈迦のことを追っかけて、ペコ大好きだから、釈迦のこと多分なんだけど、発情して口説こうと思って嫌がられて喧嘩になったんだと思う。いやね、ペコがパワー系なんだよね。いや、だってのんちゃんがペコのことストーカーって呼んでるぐらいだもん。おい、ストーカーはやめるんだとか言って、またストーカーしてるとか、もう完全なストーカーだよ。てかね、釈迦はね、俺のことが好きだからね、多分ペコに発情することないかもしんないね。ペコは釈迦のこと大好きなんだけど、釈迦がなびかない。
もしかしたらトヤかもしんないし、でもまあ頭の毛が抜けるっていうことは自分のくちばしで抜くことはできないから、まあ、ほぼ間違いなくペコだよ。いやー両思い難しいかな、ちょっと。それもほら人間のエゴじゃん、俺のエゴだから。そう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 、要はね、手乗り文章って言って、ここまでそのもう俺に発情するぐらいだから、釈迦はで、鳥ってすごく一途なのね。で、ペコと暮らすようになってから最近釈迦って呼んでも返事しなくなってきたから、ちょっと釈迦とね仲良くなったり、隣同士に寝てたりとかしたから良かったなと思ってたけどね。ちょっとまあもう少し様子見てだな、ダメだったら別々がいいだね。そうそう、釈迦はもう俺ラブだから、俺に発情するぐらいだから。そう、まあでもペコも反省してたから、まだ若いから、まあもう本当に様子見るしかない。でもあんまりひどかったらもう釈迦の寿命縮まっちゃうから話すよ。最近は喧嘩しなくなったのに、ここまでひどい喧嘩になるとは思ってなかったな。縄張りなのかな、どうなんだろう。多分俺の予想発情だと思うんだよね。最近もう歌が激しくなってきたし、ダンスもすごいから。まったくほんとドキュンだかんな、ペコは。ペコはシャカーのリコ俺の順番なの。だペコは俺のこと大っ嫌いなの、怒られるから。で、のんちゃんよりもシャカが好きなので、シャカは俺のことが一番好きで、のんちゃんが好きで、ペコが大っ嫌いなのめちゃくちゃな家族構成だから。イケメンなんだけど、めちゃめちゃ羽つや良くて、体もでかくて、あーありがとうニンニー、花火ありがとう。いや相関図やばいよ。とにかくペコがね、もうすごかったよ。もう本当に最初一緒にカゴに入れることすらありえないぐらいだったもん。近づいてきた瞬間釈迦が攻撃してたんだよ。それが俺が騙して夜暗くなってから、真っ暗な部屋に、あの数時間だけペコと釈迦同じ部屋にしたりとか、ゆっくりゆっくりあの育ててったら自然と喧嘩しなくなってたんだけど、まあまあよかったよかった。でね、あの首のところに傷があって、それで病気かなと思って今日連れてったの。まあ予想通りだったんだけど、それは耳の穴だったわ。鳥ってここに耳があるの。毛がないからさ、あれ傷できてる真っ赤じゃんと思ったら、あこれ耳の穴ですね。よかったよかった。首のところに耳があるんだね、面白いよね。まあでもね、たまにこうやって健康診断になったから、健康状態はすごくいいって言われて安心した。発情期のオスは言い訳悪いけどかなりグイグイ。あのね、違うんだよ、ペコがトヤがやっと終わって、グゼリが今さえずりになったばっかりだから、まだ発情経験してないの俺オスの。発情する前から釈迦のことが大好きなの。っていうかね、多分なんだけど友達だと思ってるんだよね。で、釈迦がさ、もう3歳半ぐらいで、ペコが生まれたばっかりの半年ぐらいだから、ノリが合わないのよ。ノリが全然全く違うの。なんか遊ぼう遊ぼう遊ぼうみたいなのと、ちょっと静かにしてよみたいな、なんなのあいつみたいな、あの若いのみたいな、遊ぼう遊ぼう遊ぼうみたいな。それがやっと最近落ち着いてきて、ねえ遊ぼうよぐらいに変わったかな。あのテーブル2000円安いな、ソファー売ってる。そう、大人の女性ともうドキュンですよ。エグザイルですよ、エグザイル。イケメンで歌うまくて、ガタイが良くて、パワー系で頭悪い感じだ。俺はペコのことエグザイルって言ってるんだけど、釈迦はほらメンヘラ美人だから、頭超賢のメンヘラ美人だから。
絶対に相性が合うわけがないんだ。でもまあ安心したわちょっと、高校生とおばさんとか言わないの。まあでもね、大事に大事に育てたんだよ。卵まだ一回も産んでないよ。あ、そろそろでしょ。自分でさ、自分の羽むしるんだから、リッソカッターと一緒だからね。そう。すぐ減らるから、釈迦は。デリケートだから。自分の羽かきむしるから。リッソカッターですよ。自傷癖が半端ない。まあでも最近それも落ち着いてきたけどね。まあ一安心だわ。いや、箱入り娘だよ。大事に育てたよ。長生きしてくれるといいな。うん。まあ、ということで皆さん、ご心配してくれた皆さんありがとうございました。もう家着いたんでね、もう寝ようと思います。また、起きたら放送やるんで見に来てください。あ、ありがとう、バーガーありがとう。それじゃあ皆さんおやすみなさい。お疲れ様です。おやすみ。お疲れー。よいしょ。シャーちゃんが一番ストレスだったよね。外に出んの久々だから。よいしょ。暑いね。うん、みんなおやすみ。